皆様こんにちは、アンバサダー J です。スーパーファミスタ5ですね。あれですね、あのデータが飛びましたんで、完全にちょっともう一回やり直しということで、2試合消化ですね。もうとっとと30試合終わらせますよこれ。どこだったっけ、阪神ってやったのか。で川口ですね今回。松井調子悪いのか。まあこれでいいか。松井はさすがに変えられないですね。あ、振っちゃったよ、もう。あー、カーブかかったな今。あれがね、シュートして入ってくるときとカーブで曲がるときがあるんでね、今シュートして入ってくるかと思ったんだけど。あー、これダメだな。まあさすがにちょっと それなりに速球球、速球があるピッチャーは見分けも難しいですよ。おい、ちょい取れますか。 OK、よしよしよし。このクールをなぜかヌートバーって呼んじゃうんだよ毎回な。あ、このね、あの今戦ってるね、阪神、あ、振ればよかった。阪神はね、結構あの1回ちょこっとコンピューターと対戦プレーみたいな感じでねやったんですけど、結構ね、なんていうのか、ピッチャーのレベルがね、結構こう面白くやれるレベルに多分設定されてるんで、いやーちょっと巨人みたいにもなんかもう無双のピッチャー陣じゃないんでね、結構これこれでやると面白いかもしれないんで、今後やっていくかもしれないです。とりあえず今巨人で30試合やってますけど、このピッチャー陣本当無双なんだよな。これあまりにもちょっとピッチャー陣良すぎるんでね、これペナントレースやっても130勝0敗とかな、本当あり得るからな。それじゃちょっとつまんないんでね。あ、だから同じで理由で西武とかあの辺もね、選んじゃうと多分ちょっとつまんない試合になっちゃうんですよね。西武オリックスあたりかな。ああ、そしたら帰ってくんだよね。ああ、おお、エラーしたよ。ああ、ゲッツーか。ゲッツーだね。あかんわ。やべ、打てねえぞ、これ。
いやーこれちょっと打ちそうもないな。こういう時一発打たれちゃうと負けそうな気もするな。おーいおいおいおい、新庄130勝0敗になっちゃうとかって言ったそばからいっぱいしちゃったりしたな。なんかちょっと高め浮き出したなこれ。これヒットですね。抜けましたねこれ。ああこれこれランニングホームランできるけどね、ちょっとあえてしないですここ今のいけましたけどね。ちょっとこれ今のはシステム的なあれだな。ちょっとよしよしよし、ヒットヒット。いやそっちだこれ。これもヒットでしょ。おちょいちょいちょい、急になんか崩れてきたっていうか。おいおい振っちゃうよなこんなの本当に。ああこれアウト。ああいやダブルプレーだよ。OK。本当はだから あそこに飛んだ球って今みたいなスピードで取れなくちゃおかしいんだけど、コンピューターはねなんかもた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 するような動作してるんで。おいおいちょちょちょい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 、あーこれ入っちゃったなこれ。アウトだよ。 OK 今のアウトすげえな、完璧1点取られたと思ったけど。いやーちょっと待ってもうこれ、ああこれはもうアウトだな。あこれがヒットになるんだよねこれわかんないんだこれはなぜか。ああ落としてきた。あれ当たんねえじゃん。
マック、シェーン・マック、ああダメか。いや簡単には打てませんな、やっぱり。おー、危ない危ない。これダメだ、うん、ヒットですね。今だ誰9時か、今9時か、うん、このカーブは多分打てねえんだろうな、これ。これ多分ね、あのこっちが投げられても多分あれ打てないですね。多分バットに当たらないようにできてると思います。うん、ズバッとくんだよね。いやーって。タイミング外されたな、完全に。もうストレートのタイミングで待ってるしかないからな。ああ振っちゃったよね。これヒットでしょ。これね、追いかけるのがね、やったら遅いんですよね、これね。いや、点数入んねえな、やっぱりな。その気すんな、なんか。ああ打たれた。内角の球を打ってきましたね、今。これだよな、ちょっと。ああまた打たれた。ああ、スーパープレイ。スーパープレイですね、今。危ねえな、本当に。ズバッときたね。あー、おー、エラーしたよ。普通のサードライナーだ。あれエラーしたら怒られるな、多分な。いやー、ボールボール。これシュート入ってきたね、これね。どっちか分かんないんだよな、本当。ああ。ちょっと翻弄されてんな、このピッチングに。ああ、抜けた、抜けた。
頼むで、いてもたれ。あ、そっか、川口か。順番の巡り悪いな。いやー、振っちゃったけど。お、これヒットじゃないかね。抜けた。いや、これ大量得点だな、多分。7回か、ラッキーセブンだな。いやいやいや、ちょ、あー、取るか、取らねえよね。大量得点ですね、やっぱね。なんかピッチャー変わってなりそうな気がしたな、今。ああ、アウトか。ギャギャギャ。この5、6番がなんか随分調子悪そうですね。1割台。おいおい、新庄何打ってんだよな、やっぱな。OK。おお、どうしたどうした。ノースリー。甘い球来るよね、こういう時ね。今いい球だったな。ちょっと内側、いやー、ちょっとシュート入ってきた。ファウルですよね。いや、ちょっとね、これで、ファウルか。扇風機ちょっとつけてんだけどね、暑くてですね、今日、本当11月かよって感じだな、これ。ああ、ストライクだ、もう、逃げてったよ。さすがにちょっとクーラーはつける気になれないんでね。お、抜けた。お、またヒットって川口。川口なんだ、すげえ打つな。
川というのがなんか打ちづれえな。あれワンアウトだっけ。ワンアウトかもね。あーこれゲッツーでしょ。あセーフか。スピード速いしね。山崎対応するんだけどこっち川尻の方が打ちづらいな。あー無駄無駄。おー抜けた。その守備はまずいでちょっと今の。ああまあこれ取るでしょ。あ、10対0だからこれ押さりゃコールドか。じゃあじゃあじゃあ取るよこれは。いやーちゃー、抜けちゃった。いても打たれ。うん、オッケー。これもうあの見て分かる通りして角でしたっけ。あれちょっと打ち崩せなかったんですけど、もう変わった途端にもう一気に点数取っちゃって決めちゃったって感じですね。隔離でよかったのかな。ピッチャー変わった途端にもうなんかあの打ちやすさが全然変わっちゃったって感じですね。ついやっぱ調子悪くても5の3とか打ちますからね。変えらんないんだなこのクリーンナップとかはな。うん、まあ今回はかなり抑えたでしょう。なんか一応3発で打たれてるけど、とりあえず今回はこの辺りにしたいと思います。次どこにしようかな。ちょっと分かんないですけど、どっかのチームベイスターズあたりかな。多分やるかもしれないですね。それでは皆様次回の動画でまたお会いしましょう。